こんにちは、エンプラチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございますというところでね、今日はですね、今年はね、どんな年だったのかなっていう、どんな年だったのかなって言ってもいつもと変わりなくって感じですかね。最近あのソフビね、マイブームがゴジラだったりなんかしたもんですから、ソフビついてたんですけども、今年どんなものを買って散財してたのかななんていうのをね、ちょっと思い出しをやってみようかなっていうね、まあそんなコーナーでございます。まあ今年の1月に購入したのがこのダグラム、ハイメタルアールのダグラム。なかなか、これはですね、今年の2月だったかな、これのリニューアルバージョンが出てたんですね。バンダイさんから、なんとね、もともとダグラムっていうのは宝の商品ですからね、宝さんがディアルモデルっていう、ディアルモデルって言ったかな、なんかそういったような感じの名前の合金トイってわけじゃないんで、プラトイみたいなもんなんですけども、内部フレームが合金使われてたりなんかしてね、まあ、そういったものを出していたんですけども、それが、結構ね、当時ディアルな合金トイ、ね、ダブングルなんかもね、トイは出てましたけども、ディアルとは言い難いようなもの、バルキリーなんかもね、当然高徳さんのがね、爆発的なヒットはしてましたけども、あれもディアルって言ったらディアルとは言えない。そんな中でダグラムのディアルモデルっていうものがですね、非常にこの玩具なのにちょっとディアルよりっていうね、まあ今見たら笑っちゃうようなもんですけどね、そんなものが出ていて、その時のカラーリングに合わせたようなものをね、わざわざね、バンダイが出すっていう、ちょっとね、画期的なようなことをやっていて、おーっとね、私もちょっとそれにグッときてたんですけども、どっちかっていうと私はね、その時のディアルモデル持ってたんですよ。ディアルモデル持ってましたけども、そのカラーリングがね、ちょっといまいち気に入らなくって、やっぱりもうちょっと劇中っていうかアニメ寄りのカラーのが欲しいなと思ってたところでね、この、ハイメタルアールの古い方ですか、これ2017年ということで今から5年前のものなんですけども、要はね、買い替え需要みたいなのが起こったんですかね、結構ね、格安で出品されてたりなんかしたもんですから、その時に購入したもんですよ。まあ、半値ぐらいで買えたんじゃないのかな。これが当時価格が 13,824 円ということなんで、まあね、いいお買い物したなと。まあ初期バージョンはね、なんか背骨が曲がってるとかなんとかっていうね、そういった不具合報告なんかもあったんですけども、まあその辺はね、じっくりと写真見させてもらって写真見させてもらってっていうかね、後から知ったんですけどね、まあそんな背骨が曲がってるような状態でもなく、結構な備品を購入することができてと。非常にね、これはね、満足度が高かった。なんたってね、口ダグラムのポーズがね、これちゃんと撮れるっていうね、一度動画でもやってみましたけどね、ちゃんとしっかりと撮れるっていうね、ターボタックなんかも結構よくできてたりなんかしてね、劇中これで空飛ぶのかななんて思ってたけど、そんなシーンはなかったですね。まあデロイアって星はね、非常に重力の少ない星っていうか、薄い星っていうかね、こんなものがね、飛んだり跳ねたりが自在にできてしまうっていうね、スーパーロボットでもないんだけど、ジャンプ力だけは異常にあるようなね、そういったロボット、しかも硬い、とにかく硬い、敵にいくらね、弾ぶつけられたってね、もうびくともしないぐらい硬いというね、主人公補正がバリバリ効いてるようなロボットですよ。まあそんなところでもね、このモデルっていうのはね、可動部分がね、もう口ダグラムのポーズが取れるっていうところ、口ダグラムね、どっかにあったから作りかけのプラモデルがあります作りかけね、これ塗っても塗ってもね、なんかもう嫌になっちゃったなって感じもう雑、なんかね、劇中みたいな感じにね、色塗ろうと思ったらなんかね、失敗こいて失敗こいてみたいな感じで全然うまいこといかないっていうんでね、まだまだね、重ね塗りして重ね塗りして、なんかそれっぽくしようと思ってるところですが、これ四苦八苦してるって、試行錯誤中って感じですね。まあ、要はね、このポーズが取れるっていうぐらい稼働はもう優秀、どんなポーズでも自在に取れちゃうですね、劇中のポーズはね、かっこいいなと思うようなポーズはほぼ取れるんじゃないかなっていう。でも何がいね、何が言っちゃって、このポーズが一番ね、大河原さんのこの立ち方っていうのができるっていうかね、あれだと足はね、こんな風になってるのかな、あれはいつもいつもなんか立ちポーズだけど、あんな足がこんな風になってたりとかね、ガワラ曲げってか、ここら辺で横に曲げスイングできたりとか、まあ、そういったところもね、非常に、大河原さん特有のポーズも取らせることができるようにね、わざわざできてるっていうね、
なかなか優秀なキットですよ、これは。優秀なキットじゃないですね、これは完成品ですからね。遊び心も満載ですし、これは本当にトイとしてはね、非常に優秀なのでおすすめできる一品ですよね。非常に満足度が高い。ポドリがするところもあるわけでもないしね、本当に非常に優秀、いいぞってところですね。でその次に購入したのがハイメタル R。 ハイメタル R 2個も買ったんだね、今年はね。ザ・ブングル、ハイメタル R のザ・ブングルということでね、まあ、超合金魂のがね、もうすごいこの変形とかするにしても触るにしてももう難ありで、ポロ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 でもう全然なんか面白みがないって本当に飾っておくもんにはね十分なんですけども、そんなところでね、これはもう飾りとしてはもう非常に優秀、飾り遊んで非常に楽しい、これはもう本当にザ・ブングル好きな人だったらね、絶対購入した方がいいなっていうぐらいのおすすめ商品ですね。これね、お値段ちょっと高いです、17,600円っていうことでね、うーってうなっちゃうような値段がついてますけども、その価値は十分あるかなと、ね、変形も一応ですよね、パチパチパチっとね楽しめるような変形じゃないです。なんかもう塗ちゃって、あとはもう硬いって本当にね、もう結構変形はストレスがあるし、もう硬いしっていうんでね、ちょっとおっかなびっくりやっていくっていうような感じになっちゃうのでね、そんなもう変形を楽しもうっていうもんではないですね。一応変形させることもできるよっていうぐらいのね、変形はおまけみたいなもんだと思いますけども、一応そのギミック的なものもね十分ですし、まあ見栄え重視なねパーツなんかも数多くついてはいるんですけども、まあ、私の方はね、なんかいかにもこれ変形するよねっていうようなポーズの方がね、誰が見ても変形するんだなっていう感じの方に振っちゃってた方が飾っててもすごい楽しいような気がするもんですからね、これがいいや。こうやって両方ともこの足首の部分だけダイキャストなのかな、こっちもダイキャスト、足裏に関してはプラスチックの板がはめてあるって感じだと思いますね、これね、まあ、ですけども足首がね、足首っていうか、このスリッパ部分っていうんですかね、このロボットでいうと非常に合金で重たくできて、これもそうですよね、こっちもこの部分だけ合金でできてて、足裏はプラスチックの板が張ってあるだけですけども、でもちゃんと綺麗にね塗装もされてて、なかなか優秀、ね、スカートなんかもねちゃんと動くようになってるし、まあ、こっちもね結構なポーズは取れる、可動は劇中のポーズはね結構取れると思いますよ、なかなかねいいんですわ、これこの2つはもう買って損なしのね、ザ・ブングル、ダグラム、あの世代を楽しんだ人たちにとってはマストアイテムかなって感じがしますわ、本当にね、まあ、このクオリティでなんでガンダムが出ないのかっていうのが非常にね腹立たしいっていうね、ハイメタルガールでガンダムも出してくれりゃいいのになと思うんですけどね、ロボット魂、まあでもね今やガンダムはね、癖がね、おのおの癖が強すぎちゃって、しかも好みが分散してしまったもんですからね、基準がわからないっていうところなんでしょうね、ロボット魂のが一番いいのかな、そのうち一体は買ってみようかなとは思ってるんですけどね、やっぱり好きだったねロボットですから、まあ、あとはね超合金魂のイデオンなりなんなりはあるのでね、この辺で好きだったアニメのものはほとんど手に入っちゃったかなっていう、まあ、今年買った中でもこのハイメタル R、まあ、特に新製品のザ・ブングルなんかはもう、色といいなんといいね、最高の出来でさ、まあ、残念なのはねちょっとね、武器関係がねちょっと作りが雑っていうかね、もうむきみの、プラ丸出しのねちょっとリアル感もないようなね、本当におもちゃって感じの銃を持ってて、それがもうなんか本当にねプラの塊みたいな感じでね、この辺のゲート跡とかの処理も非常に汚くて、そういうところをねちょっともうちょっとなんとかね工夫してくれなかった、本体はすごくいい出来なのになんかこの銃だけ超手抜きって感じがしてね、そういうところもねちょっとこだわってほしいな。まあ、ダグダムの方はそういったところはねしっかりと色の塗り分けされてたりなんかして、まあちょっとゲート跡が目立ったりしますよね、これ自分で作ったプラモデルだとこういったねゲートから切り離した跡みたいなのはねむっちゃ気になって許せないんですけども、
なんか研いだと許せちゃうところがね、気に入らねえなと思いながらもね、これがもう売って買った、その売ってたものの既製品、まあ、通しのものだからね、まあ、こういったところもあるかみたいな感じで許せてしまうところがね、なんともなところなんですけども、まあ、自分で、ね、作ったプラモデルだったらこんな絶対許さないんですけどおもちゃだったら許しちゃう、まあ、そんなとこ、あらららら、という感じですわ。はい、というところでね、今年購入して良かったもの2つなんですけども、もう1個ね、まあ、これはね、バンダイ製としてはね、良かったよって言うんですけども、お値段的に可愛くない。やっぱり1万7000円だもんな。これがせめて1万円ぐらいだったら、まあまあ良かったなって感じですよね。物は高くなったよねって感じで、今じゃ1万円じゃねえ、こんだけのものはね、バンダイさん作れないんだなというのがちょっと悲しいとこですけども、しかもね、結構なメジャー作品ですよ。これ2つともね、大御所っちゃ大御所。まあね、世代的に言えばね、私たちの世代はマジンガー Z かもしれないですけども、マジンガー Z ね、うん、で私はね、もう50、60の世代にとってはこれがヒーローかもしれないですけど、私たちよりね、ちょっと10歳、20歳若い子たちには、マストアイテムってところで、ね、もうやっぱり1万超えはちょっときついかなって感じがするんですよね、こういったものでね、うん、まあ、そんな中で、今年私が一番満足度が高かったのは何でしょうかっていうとこれですね、アクショントイズさんの鉄人28号。まあ、これ作品にはね、そんな思い入れがあったりなんかするわけじゃないんですよ。アニメ的にはね、ガンダムの次に、うん、ロボットブームみたいなのが始まって、まあそこでどこだろうな、東映動画さんが作ってたのかな、うん、まあアニメのね、絵柄はすごくね、綺麗で良かったんですよ。まあでもね、ちょっと癖のある作画でね、結構、まあそれもまあまあかっこいいっちゃかっこよかったんですけども、まあそんなストーリー的にね、やっぱりガンダムと比べようがないっていうかね、うん、まあ、うん、ロボット版のウルトラマンみたいな話でウルトラマンみたいな話っていうかね、悪いやつが出てきました、鉄人発進っつってね、倒しに行くっていうね、うん、殴る蹴るでなんとかするっていうね、まあ、ウルトラマンのような仮面ライダーのようなノリのロボットものですわ、うん、まあ、そんなところで、ね、私はもう年齢的にもね、あーって感じだったんですが、本当にね、こう、まあ、ロボットブームといってもこんなものしか出ないのかなと思ってたところに、ダグラム、ザ・ブングルっていうね、うん、新しい風が吹いてきてよかったなっていうねまあそんなところなんで、その新しい風が吹くまでがね、鉄人28号ですとか、ゴッドシグマですとか、まあ、そういったところでね、なんだかな、バルディオスとかね、なんかあんなのでお茶を濁されつつも、うん、出てきてよかったなって感じです出てきてよかった、こういうのがね、うん、こういうのが出てこなかったらね、もうロボットもね、うん、まあうまいこと卒業できていたっていうか、もう興味も失ってたんだろうなって感じがしますね。まあ、その前にマクロスっていうね、化け物みたいなのがありましたけどね、まあ、というところでね、作品自体にはそんなに興味も思い出はないんですけど、見ていた、当時見ていたし、バンダイさんのプラモデルも買ってた身としては、うん、これね、何がいいかっていうとね、まあコスパがいいコスパがいいっていうか、まあ、これね、7000いくらだったかな、7480円、7480円でこのクオリティですわ、うん、7480円で、それが高いのか安いのかってね、微妙なとこだとは思うんですけども、まあなんせかんせね、今こういったものって1万円しちゃうんですよね、合金トイっていうのは。そんな中でね、1万円しないでこんだけの満足度が得られるっていうところでね、今年買った中では一番の満足商品ですよね、うん、金かけずに楽しめたっていうところがやっぱり満足。あとは触ってね、やっぱり合金トイだなって感じの触り心地、これも出来はすごくいいんですけども、触り心地はね、やっぱりプラスチックなわけですよ。やっぱりね、自分で作ったプラモデルと大して変わんないなって、やっぱりプラトイだなっていうね、触り心地的にはね、合金トイを触って遊んでるようなね、満足度が得られるようなもんじゃない、よく動くプラモデルみたいな出来のいいプラモデルみたいなね、うん、
思うんですけども、こっちはやっぱりね合金研いだぞっていうところでね、ね一応ずっしりと重いし、この質感塗装全塗のねこの美しさっていうところがね、バンダイさんのもね成形色ですんごい頑張ってるんですよね。成形色でよくここまで頑張れたなって感じはするんですけども、結局はね成形色、まあこっちザブングルはなんかね吹いてるような気がするんですよね、艶消しのなんかね、もしかしたら全塗かけてるのかもしれないけども、ダグダムはそんなわけじゃないな、これ成形色だと思うんだよな。なんかその今もプラスチックのね成形技術が良くなったんでね、なんかよくわかんないその辺がね。でもこっちはねもうツヤツヤピカピカの、クリア塗装の、ね、表面仕上げみたいな感じですごく美しい、よく動くしね、しかもあのバンダイさんの超合金の鉄人28号はちょっと癖があったんですよ。なんか俺仕様みたいなところがあったんですけど、これはもう設定画に超忠実っていうか、もう本当にね、設定そのものアニメからアニメの設定書から、ね、抜き出てきたようなね感じ、要は設定画風、バンダイさんのやつは劇中風って感じですかね、やっぱりドラグナー問題ってやつですよね、まあ、これはね非常に、コストパフォーマンス的にもいいし非常にこの出来がいい、出来がいいっていうのも変な話ですけどね。じゃあちょっとね重さかなんか測ってみましょうかね。重さを測ろう、ね、重さが気になるところかなっていうところなんですけども、重さそんな気になる人いないかね、まだね普通のってわけじゃないですけどね、当時4800円、ね、20年前はこんなものがね4800円ぐらいで買えたんですよっていうマジンガー Z ね、重さ的には 300g、302g ですけどね、 300g ぐらいだとしましょう、ね、そしたら鉄人はどれくらいかな、よいしょ、172、残念、まあ、半分とは言わないですけどね、まあ、大きさもね随分違いますけどね、値段は倍は違わないっていうところで、まあでもいいんじゃないですか。まあ、ちなみにザブングルとかはねやっぱりプラトイだけやって軽いと思いますよ、なんかね、230ね、やっぱり超合金魂のマジンガーセットより軽い、ダグダムだっては、197、197ってことは一応こいつよりは重たいこいつよりは重たいんだけど、でも大差ないね、まあそんなところで所有感的には今年買った合金といって合金といってこれしか買ってないような気がするね、こっちはどっちかってプラトイだもんなやっぱりな、というところで今年買った一番の、満足の高い合金トイは鉄人、しかもね海外製品ということが悲しいね、バンダイ頑張ってくれよって感じなんですけども、あでもこのアニメ見てた頃って本当幸せだったよなっていう今が幸せじゃないのかってそんなことはないですけどね、なんかもうこの頃はまだね夢とか希望がありましたけどね、今やね60歳になったらねどうやってね生き抜こうかって感じですよね、なんかね生き抜こうかっていうのは変な話ですけども、もうこれからの辛い時代をどうやって生きていかなきゃいけないんだろうかって、あんまりいいことねえな本当にな、と言ってもねこんなもんで遊んでられるんだからまだまだ、楽しいのかもしれないですけどね、ということで今年のナンバーワンは鉄人28号と言ってもこの2つもね、最高の品質、これは本当にね普通にポーズ取らして、遊ぶ分にはいいんですけども、それだけですからねこれはね、一応可動部ギミック的には羽が出たりします、形じゃできないけどねこの羽がちびっとだけね飛び出るというギミックがありますけども、手が取れるとかそんなギミックとかは一切ない、光るところも一切ない、まあ、こっちにしてみたらねコックピットがねこの辺が開いたりとか、ここの上のハッチも開いてクリンが頭を、ね、出したりポーズを取れたりとか非常にね、面白い、面白いしね、なぜかここはね上下に、バギャンバギャンっていうのをね再現しとってね、リニアガンだからねそんなもんいちいちやんなくてもいいような気がするんですけどね、実体弾を出すようなもんじゃないとは思ったんですけど、実体弾なのかな、熱したなんかを出すんですかね、プラスマを出すのかな、
ごめんなさいね、はい、というところでザ・ブングルもね変形、うん、なんだかんだって変形はできる、一応変形しながら腰を一回転させることもできる、一回実証しましたからね、もう二度とやりたくないですけど、なんか本当にねグネグネっていうなんか嫌な感触がね、もうこれ以上あったら壊れるんじゃないかなとかね、そういう嫌な感触があるんで、あんまり変形させて遊びたくないけど、もう変形するぜっていうこういうねデザインっていうかね、もう実際変形させることができるっていう前提のこういったあのパーツのね一つ一つのパーツがなかなか美しいというか、なんかこういうところを見るのがね、あいかにも変形しそうだなっていうところでね好きなところですよね、うん、まあね超合金魂の時はこのシャッターをね常にお尻のところにぶら下げてたんですけどね、それで壊しちゃったもんですからね、今回はねちょっと閉まっちゃってますよ、うん、いつもあれをバラ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 ぶら下げててもなんかねあれもね収まりが悪いんだわなんかね、うん、ちょっとねあそこはぬるい作りなもんだね、まあまあね雑なところはありますけどね、なんかツッコミところはまだまだありますけども、まあいいかな。でとは言ってもね値段がね可愛くない、うん、値段がこれはねやっぱりねプラトニーなんだからね1万円ぐらいで売ってほしかったな両方ともね、うん、とは言ってもザブングルとダグラムが揃うと、すごく嬉しいです、嬉しい、うん、で今度ハイメタルアルテでねボトムズが出るから買うんですかっていうとね、あれはねアクティクギアの方の宝さんのがあるからねあれで満足しちゃってるもんですから多分ね買うことはないでしょうね、まああのフィアナがね乗ってるあのエンディングシーンが再現できるとなるとちょっとね話は変わってくるんですよね、これだってねあの口ダグラムのポーズが取れるっていうんでね、おっとまあ、あのポーズをね一回撮らせたらそれで満足なんですけども、あれが撮れるってことがね実証されただけでもすっごい嬉しいわけです。ですからあのフィアナのポーズっていうのはね撮れるとは思うんですけども、フィアナ自体がね乗ってたらもう確実に買っちゃうだろうなと思うけど、バンダイさんねキリコは乗せてもフィアナは乗せてくれないっていうかね別なものに乗せそうな気がしてすごく嫌です2つは買えないからね、まあそんなところで今日はね、今年購入した満足度の高い合金というのは何だ重コーナーでした。それではまた、失礼します。